こんにちは、インセルです。やはりね、33歳、フリーターで、おまけに仕事もあまりできないとなると、まあ、はっきりぶっちゃけまして、まあ、後輩からはまあ舐められますね。はい。まあ、でもやっぱ自分のせいなんで、あんまりね、切れるのもね、あれですし、別にそこまで切れるほど別にムカついてはいないんで、もうしゃあない、いいかなみたいな、こういうのもありかなみたいなのを思ってるんですが、やっぱりその、私に言っても大丈夫じゃないですか。だからその他、よそでもそういう、もしかしたらそういうポンコツな大人には、ね、ちょっと舐めてもいいみたいな価値観になってしまって、よそでトラブルになってしまったら、まあ私のせいじゃないですか。そこはちょっとね、やっぱり、はい、心配事ではありますが、はい。いや、まあそれはね、腹立つこともありますけども、まあね、大抵は向こうが正しいんで、まあ別に、そうね、私も別に逆の立場です。例えば私33で40、4、5の人が仕事できなかったら、まあ、場合によっては何か言うかもしれませんが、やっぱり、ちょっとあんまり言いづらいかなと。はい。まあ、ただそういう勇気はないだけっていうのもありますが、まあ、ちょっとね、自分で言うのもあれですけど、まあ、ちょっと、優しくはないな。甘いんですよね、私は。甘いんです、もう。先輩にも後輩にも。まあ、できない、私よりできない先輩にも甘いですし、その、ちょっと口が汚い後輩にも甘いですし、こういうのはちょっと逆に一番良くない、そのね、はっきり言える人間じゃないとダメだと思います。ね、一番良くないと思います。自分にも他人にも甘いっていうのは。はい。まあ、そこをちょっと直したいかなと思っていて、そうですね、もう、まあ、いや、ちょっとあんま、ちょっとね、あんま嘘つくのも、自分に嘘ついてるみたいで嫌ですし、他の人に嘘つくのはもうね、もっと嫌なんで言いますけど、まあ、正直、めっちゃムカついてます。はい。もちろん暴力に訴えたりはしませんが、まあ別に切れることもしませんが、その、切れた後になんか、多分自己嫌悪になるんで、そんな、またその子供っぽいことをして、その、ガキっぽい、そんな切れ方したら、もう、だからそういうことは、したことないですけども、そんなことは。したことないですけども、まあ、今後もしないでしょうし、いや、もういいです。ちょっとこの話はやめましょう。筋トレします、筋トレ。ちょっとサボってるんで、最近。限界までやります。もうこの状態がずっと続くんで、ここでじゃあ終わらせていただきます。でもカメラ切っても、プランクはやり続けるんで、どうか信じてください。ご視聴ありがとうございました。インセルでした。もうつらい。腕立てもやっとこう。1、2。